たちにそれ相応のポストを用意させてもらうつもりだ。先生、本部復帰の日も近いぞ。ありがとうございます。よくわかんないけどよかったね。キヨネ、キヨネ、ミホキヨの野郎、舐めた真似しやがって。久しぶりに楽しかったぜ。どうした？楽しそうだな。ああ、ちょっとな。たまには地球に帰ってみっかな。うん。そうだな。それもいいかもしれんな。お前にも地球で会いたい奴がいるだろう。会いたい奴？誰が地球になんか行くもんか。私は宇宙海賊リョーコだぜ。地球なんてど田舎に用があるもんか。そうか。そうだな。ユキちゃんもおいでよ。冷たくて気持ちいいよ。うん。あ、冷た。大丈夫？あ、でも気持ちいい。何よ。さっきユキちゃんの夢を見たばっかりなんだよ。そしたら本当にユキちゃんが現れて、ささみびっくりしちゃった。そう。素敵だね。緑がいっぱいある。うん。ささみもこの風景大好きなんだ。ジュライセンに似てるから。ジュライセン。こんなところでずっと暮らしたいね。ささみと二人で。え？友達だよね。僕たちいつまでも。え？ユギちゃん。これはいかん。ジュライジュへのエネルギーが完全に断たれてござる。それで封印が解けたのですね。アザカ、なんとかメモリーだけでも取り出すことはできませんか？エネルギーを注入すればなんとかなるかと。おやりなさい。よい。データ採集いたすでござる。データ採集終了。投影いたします。ジュライオーヒナセ在位20と7の都市、悪しき異能者弱い6歳にして恐るべき力覚醒せる。ヒナセ在位27年。姫様、その年はジュライ星を壊滅の一歩手前まで追い込んだと言われる大崩壊の。その張本人、異能者がここに封印されていたというのですか？僕は一人ぼっちだった。ずっと。それが寂しくて友達を作ったんだ。さあみんな、遊ぼう！その異能の力用いてジュライを混乱に陥れる。その恐るべき力を抗う術なかりけり。
雷を雛せ、自らの秘めたる力持ちて異能者討伐のために立て。やめてやめて、僕が何をしたの。心正しき精霊よ、我に力を。悪しき者に永遠の眠りを与えん。幼子よ、お主に罪はない。しかし今のお主の力は危険すぎる。気の毒だけど、こうするより他手段はないの。許しておくれ。呪雷を雛せ、秘めたる力にて異能者を封印せり、そして二度と目覚めぬよう宇宙の彼方、惑星の一番少なき辺境に追放せり。惑星の一番少なき辺境、それが何かの拍子に地球に落ちてしまったのね。なんたる運命のいたずら。そして3500年後の今、封印神殿の落ちた地球に私たちが訪れようとは。何か悲しいことがあったの？なんだか寂しそうな顔してる。ミャミャ。友達作っちゃいけないのかな。え？みんなが僕をいじめるんだ。大丈夫、ここにはユウギちゃんをいじめる人は誰もいないよ。ミャー。なるほどね。遊戯は遺跡に封印された従来の異能者か。これで敵の正体は分かったね。でも、どうして真崎神社を狙ったんでしょう。